はい、どうもヒアレスです。どうもカイノレスです。はい、今日なんですけども、はい、あのまあニュースとしてはね結構前に出てた、そうですね、はい、あのエアジョーダン4の、ロイヤルブルーですね、はい、まあ、あのこのモデルが、まあ、あの以前昔出たあのエミネムのモデルにちょっと雰囲気が似てるということで、まあちょっと人気が出るんじゃないかみたいな。あのこのスニーカーなんですけども、まあリーク情報によると8万6000円ですか、はい、っていうような情報もあるんですけども、実はこの情報が出始めてきた周辺で、このセレブの方が結構この似たモデルというか、背景もあって AJ4 のブルーに似たモデルをこうインスタにこう上げてるんですよ。まあ一人はあの DJ キャレドの方ですね。はい。が、はい、AJ4 のミシガン PE っていう、なんですかね、その関係者だけに配られたっていうモデルっぽいなんですけど、はい。まあストック X と、フライトクラブの方で、まあ、40万から50万で取引されてるんですよ、現在。まあとんでもない価格まで。そうですね。それを履いてましたね。はい。で、もう一人が、僕らの大好きな、トラビス・スコット。トラビス・スコット、はい。トラビス・スコットは、あの、AJ4 のエミニムとコラボしたモデルあるじゃないですか。はい。あれを履いて、あれでしたね。店映ってましたね。ああ、はい。持ってるんですね。持ってるんですね。すごいですね。はい、まあ、トラビス・スコット自身もね、あの AJ4 の噂がありますね。あ、そうですね。はい、AJ4 のあの、オリーブのカラーが出るんじゃないかって言われてるんで、はい、ちょっとそれもね、ちょっと連想してしましたね。はい。まあ、あの、このあたりでもね、あの、セレブの方が入っていろいろ盛り上げてるっていう状況を見ると、またなんかこの青色の。そうですね。この青色に関してはおそらく人気があるんじゃないですかね。なんか出そうな気がしますよね。まあ、あの、まだこの辺も詳細が分かり次第。まあ、あの、発売は12月の2日って今は情報の方になります。はい、出てますね。はい。まあ、あの細かい情報が出てきましたら、あの、こちらの方でお知らせしていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。これをお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.